皆さんおはようございます。ゲンチャンネル元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。今日の夕刊フジの、一面トップです。最大派閥安倍派消滅保守逆襲切り札とありますが、幹部に責任問う声、まあ安倍派がこういうことになって消滅することになりました。パーティー券収入のですね、裏金化を、批判してやめろと言った、まあ安倍晋三元首相の顔にですね、泥を塗ったような形になってですね、まあこう国民も裏切り、派閥、最大派閥そのものが消滅することになりました。このことによってですね、今、永田町でささやかれているのは、岸田文雄さんの独り勝ち、ということ、総理大臣の独り勝ちということでですね、まあこのまま党総裁選挙まで、誰もですね、名乗りを上げることなく、下手をすると党総裁まで選までなくなってしまうのではないかというぐらい、どうも、まあ元気がないというか、まあなんとかしようという声もあんまり上がってこないんですよね。まあ困ったことで、まあちょっとね、今日永田町にもですね行ってきましたので、お話ししてみたいと思います。自民党安倍派清和政策研究会は1日午後最後の議員総会を東京永田町の党本部で開く、もう今午後ですので開いたんだと思います。派閥のパーティー収入不記載事件で会計責任者が在宅起訴されたのを受け、解散方針を決定していた。国民の政治不信を高めた悪質な裏金事件を受け、党内には事実上トップの塩谷立座長のほか、五人衆と呼ばれる派閥幹部に政治責任を取るように求める声もある。安倍晋三元首相が率い保守路線を主導してきた最大派閥の消滅により、憲法改正や安定的な皇位継承をめぐる議論、北朝鮮による拉致事件解決などへの影響も懸念される。岩盤保守層が支持した自民党保守派は今後どうなるのか。国民の皆さん、党員をはじめ自由民主党関係者の皆さん方の信頼を裏切った、心から深くお詫び申し上げる。塩谷座長は1月19日解散を決めた臨時総会を終えた後、こう陳謝して深々と頭を下げた。安倍派は同31日政治団体清和政策研究会の政治資金収支報告書の2020年から22年分について訂正を総務省に届けた。政治資金パーティーによる収入を計4億3588万円増額し、所属議員ら計91人が関係する政治団体への寄付支出は計約4億2700万円増額した。同派が政治資金収支報告書に所属議員へのキックバック括弧還流を記載せず、裏金としていたことは許されない。不記載裏金化は派閥主導で継続的になされており悪質性が高い。派閥解散も当然だろう。東京地検特捜部による立件を受け、党内では安倍派以外に岸田派括弧宏池会、二階派括弧志水会、森山派括弧近未来政治研究会、茂木派括弧平成研究会で派閥解消の動きが出ている。清和政策研究会は1962年に福田赳夫元首相が旗揚げした党風刷新連盟を起源とし、首相退陣直後の79年に派閥として発足した。2000年以降は森喜朗、小泉純一郎、安倍、福田康夫の4首相を輩出した。特に安倍氏は戦後レジームからの脱却を掲げて登場し、安全保障法制や教育改革など将来を見据えた国づくりに挑戦した。第一次政権を含む通算在任日数は3188日で、いずれも憲政史上最長となった。憲法改正や拉致事件解決などは後進に託された。安倍氏が22年7月に凶弾に倒れた後、同派は塩谷氏を座長に、五人衆の松野博一前官房長官、萩生田光一前政調会長、西村康稔前経済産業大臣、世耕弘成前参院幹事長、高木剛前国対委員長らが集団指導体制を引いた。東京地検特捜部は幹部らの立件を見送ったが、安倍派は閣僚や党幹部から一掃された。まず安倍派をどう見るか。政治評論家の有馬弘美氏は、現在は安倍派所属というだけで有権者の強い反発を招きかねない局面だ。派閥解散で無派閥になり、総裁選や総選挙に臨めることに所属議員は安堵しているのではないか。所属議員は今地元を懸命に回り、支持者らへの説明に奔走している。
安倍氏の顔、知名度で戦ってきた議員も己の力で勝ち抜かなければならないと語る。安倍派議員の不甲斐なさを指摘する声もある。ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、安倍氏亡き後安倍派はまとまらず集団指導体制となったが、若手などは新会長を決め再出発すべきだと声を上げていた。保守政治家の象徴的存在だった安倍氏の思想政策を継承し、新体制のもと仕切り直しをするのが筋だった。安倍派の名を残し集団指導体制になった時点で崩壊の序章は始まっていたとも言えると指摘する。夕刊富士紀報の通り、安倍氏は21日11月の派閥会長就任後、パーティー券販売のノルマ超過分を完了する仕組みを聞き、このような方法は問題だ、直ちに直せと会計責任者を叱責し、官僚廃止を強く支持していた。ところが安倍氏が失脚すると幹部らの意向で官僚は継続されていた。まさに安倍氏への裏切りというしかない。安倍派をはじめ自民党の派閥解消の動きはどうか。鈴木氏は、今回の派閥解消の本質は裏金事件へのけじめだけではなく、党内派閥対立などを抱えた再編に他ならない。党内の議員が接触を重ね、新しい集団形成を模索する動きが出始めている。再編の動きの中、無派閥化した最大派閥安倍派の動向は重要なポイントになると指摘する。若手や中堅には早くも再編の兆候がある。福田達夫元総務会長は、政治は国民の信頼がなければ動けないという原点に戻り、新しい集団を作っていくことが大事と語っている。新しい集団形成を模索する中で、安倍派が体現していた自民党保守派はどうなりそうか。政治学者の岩田敦氏は、昨年 LGBT 法案成立をいいダクダクと飲んだ時点で、保守派としての清和政策研究会は終焉していた。岸田政権の内政外交の問題点に切り込むこともなく、安倍派を名乗り保守派を装っても国民は本質を見抜いている。保守のリーダーとして今後期待されるのは、安倍氏とも近かった高市早苗経済安保担当大臣ぐらいしか思い当たらない。息のある安倍派議員たちは思いを新たに次の局面へしっかりと動いてほしいと話したということです。まあね、最後のね、岩田先生のね、このLGBT 法案成立をいいダクダクと飲んだ時点で、保守派としての清和政策研究会は終焉していたっていうのは本当にその通りですね。この当時の派閥のですね、まあ安倍派の、派閥を率いた5人衆たちのですね、やはり指導力のなさといいますか、まあ政治的定見のなさがですね、このような事態を招いて、しかも安倍さんが辞めたと言って辞めろと言っていたパーティー券収入の還流をですね、やめなかったということで、今どうなっているかというと、まあこの旧安倍派というのはですね、解消してもじゃあ次の総裁選に出ますよというような動きにはならないわけですね。ある方がね、こういうことを言ってましたね。言ってみれば広く薄く毒を盛られちゃったような感じで、誰かが手をあの上げようとすると、お前も裏金もらってたじゃないかっていうふうに、まあ派閥あの支持者の方から言われてしまうということになってしまうと、やはり動きづらいっていうわけですよね。まあまあそれはね、分かるんですけど、今ね、旧安倍派から、グループを結成しようという流れができているのは、僕が聞いた話では福田達夫さん、あのまあ福田赳夫さんのお孫さんですね、それから、世耕弘成さんがの間にそういう動きがあるということですが、どうも注目の一致するところではあまり元気がないらしいと。で、今派閥として きっかり残ってるのは、まあ岩谷武さんが辞められましたけど、まあ麻生派ですね。麻生派は今がっちりまだ残ってます。で、やっぱりね、岸田さんの大宏池会構想、岸田さんと麻生派の麻生さんの大宏池会構想の噂って結構根強くあって、あの僕も何回か前の動画で言いましたけど、果たして麻生さん本当に怒ってるのかと。まあ怒ってましたよね、俺は聞いてないって言ってるとか。いやちょっと待て待てと、麻生派が残ってるんだから、まあ岸田さんが派閥を解散させたとしても、そこに合流するという将来があれば、麻生さんとしても怒る理由はないわけで、しかも岸田さんとしては、まあ仮に本当に麻生さんが怒ったとしてもですよ、いや
ちょっと待ってくださいと。うちの岸田派の解散した連中のうち、いくらかはそちらにそのうち行きますからっていうことをもし言っていたらですね、麻生さんは果たして、どういうふうに言うだろうかというふうに考えるとですね、まあね、麻生さんが急になんか急にでもないですけど、まあいつも元気な方ですけど、まあさらに元気になって、上川陽子さんのことをですね、まあルッキズムとか言って朝日とかが批判してますけど、上川さんをまあまあまあ一応褒めたんだ、持ち上げたっていうか褒めたとか取っていいでしょうね。まあすごい外交能力を持ってると。ちなみに上川さんも宏池会ですから、大宏池会になればですね、この今派閥を温存している麻生派を中心にもしまとまることがあればですね、そこから候補を出したらもうこれは他派閥は今ちょっと勝てないかもしれないっていう感じですよね。でそうなった場合に、一つ考えられるのは、まあ、上川さんを立てる可能性も僕はなくはないと思うんですけど、ちょっとね、麻生派内で結構言われてるのはですね、河野太郎さん。河野太郎さんが出たら、他派閥がですね、どうなるか。今ね、ちょっと悪い、ある意味悪い方向に行ってる気がするんですけど、まあもう自民党ガタガタですよね。で、岸田さんは一人勝ちって言われてますけど、じゃあ岸田さんの顔でそのまま選挙に突入したらですね、まあ大負けはしないかもしれないけど、まあ勝ちもないですよね。でかなり票議席を減らすことは間違いないと思うんですよね。そうなった時にギリギリまで引っ張ってやめて、じゃあ次っていう風になったら、もし党総裁選に誰もですね候補者を立てられない事態になれば、岸田さんの前場になる可能性があるわけですよ。だからつまり岸田さんがこれって思ってる人にですね、自分は辞めるけど上川さんなのか、河野さんなのか知りませんけど、まあ前乗してね、そのまんま、顔を新たにして、総裁選に突入と。でまあ河野太郎さんはね、まあ、いわゆる岩盤保守層からは正直嫌われてますよ。やっぱり中国との関係とかね、やっぱりあの方のやっぱり官僚に対するちょっとあまりにも強すぎる対応とかね、そういうところは嫌われてはいますけれども、小石川と言われてる、まあいわゆるどちらかというと左派メディアがですね推してる、しかもまああんまり政治に興味ない方でも名前を知ってるっていう意味で河野さんっていう風になってしまうと、そっちにバーッと安きに流れてダーッと行っちゃう可能性があるわけですね。でまあ石破さんはね、やっぱりまあなんだかんだ言ってあの方嫌われてるので、石破さんはないよなと。こう小泉さんは、まあ、まだ若いとなると、もう 僕の立場、僕の考えてる立場からすれば、まあなんか悪い予感しかしないっていう感じなんですね。まあでもね、岸田さん宏池会にもですね、まあ小野寺五典さんとかもいますしね、まあ高市早苗さんも、ただね、高市早苗さんがね勉強会をですねここ数回なんか中止にしてるみたいなんですよね。中止中止みたいな。で 特段なんかこう理由を言ってないので、高市さんの方の求心力もですねちょっとどうなのっていう、ここでちょっと本当はね高市さんにも頑張っていただきたいんですけれども、そっちの勉強会の方もちょっと批判されてこうガッと腰砕けになっちゃっていて、その辺がですね僕はちょっと不安要素と言いますか、やっぱり高市さんも党をですね何とかしてこう党の不満分子をこう集めていかなきゃいけないんですけれども、それが今一つできてないところいうところがちょっと心配です。でまあ残るはですね、まあ日本新党が、どうなるか、あ日本新党じゃない、日本保守党がどうするのか、衆院選に照準を合わせてですね、候補者、いい候補者を立てられるのかどうなのかということがあれば、これはやばいというふうになればですね、また自民党に一波乱あるかもしれません。あとは小池百合子さんですね、都知事選、まあ参戦、今度言われてるのは江東区、今度補選がありますよね。でそれに小池さんが出たら間違いなく小池さんは余裕で勝てるという話が出てまして、もしそうなったら小池さんはまた
自民党に復党するのか、それとも野党としてまたかき回すのか、まあするし、そした場合はかなりまた政界に今もう本当あの死にたいに近いというか、まあだいぶちょっと自民党が弱ってますからね、何かまた起こるかもしれないということで注目する声もありますし、僕も注目しています。今日のところはこんなところでお別れしたいと思います。皆さん面白いなと思ったらぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。